沖縄県40代男性からいただきました。ここ海洋博公園では他では見られない珍しいイルカがいると聞いたのですが、どのイルカですか？ということですが、それではご紹介しましょう。シワハイルカのさくらです。それではここでさくらのとっておきの種目をご覧いただきましょう。大きく助走をつけてフロントリップ。このシワハイルカという種類は現在国内ではここ海洋博公園でしか飼育されていない、とても珍しい種類なんです。シワハイルカのさくら、これからもショーを頑張りますので皆様応援よろしくお願いします。続いて2つ目の質問です。このプールで一番大きいのはどのイルカですか？教えてください。ということですが、それではご紹介しましょう。皆様静止にご注目ください。ショーを続けて31年目、このプールで一番大きな沖ヶ丘のゴーちゃんです。ゴーちゃんの体長は4メートル30センチ、体重は615キロ。1日にシシャゴやサバ、トビウオなどの餌を25キロ食べています。お楽しみください。
お別れのご挨拶があります。